ビウステンドーとは、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡ンに属す町村。マインハルトの森に位置する人口約6800人の町である。その半分は合併した小さな村で構成される。この町は、同盟の住宅金融金庫の本拠地である。ビウステンドーとは、ハイルブロン郡南東部、マインハルトの森の中に位置する。域内にロートがき出し、 町域中心部を流れている。町域北部のマイエンフェルス地区をブレッタ派川が流れ、ノイラーテルン地区は、ラウター川沿いに位置する。ビューステンドートは、5つの地区、フィンスターロート、マイエンフェルス、ノイヒュッテン、ノイラーテルン、ビューステンドートからなる。この他に、ビューステンドート地区に属する小集落や居住区が、点在している。 旧居住区のノイヒュテイム・ヨアヒム・スタールは1999年に廃村となった。ビューステンロートに隣接する市町村は西から時計回りにバイルシュタイン、レーベンシュタイン、ブレッツフェルト、マインハルト、グロース・ヤラハ、シュピー・ゲルベルク、オーバーシュテンフェルトである。現在の町域の近くをコーチゲルマニア・リーメスがあり、ローマ時代には人が住んでいなかった。 正域の集落についての残されている最古の記録は、シュタンゲンマッハの土地を古田修道院に寄贈した、際の779年の贈与証明書である。ビウス天堂とは、1325年に、初めて記録に現れる。マイエンフェルス城11世紀から12世紀に、この地域は、レーベンシュタイン伯領に属した。1277年に、ホーしたウヘン町の終焉後、 ホーエン園エハク、バインスベルク家、リムプルクコ混浴自住家が影響力を得た。ブレッタハ川を見下ろすマイエンフェルス城は、近くのベイリングスバイラー城と共に、バインスベルク家のものとなった。14世紀にこの城は、騎士一門の所有となり、この一門は城にちなんで、マイエンフェルス家を名乗った。しかし、十四世紀のうちに、この一門は断絶し、三百九十年に城は、 ボルフ・フォン・ブンネンシュタインのものとなった。彼の息子は帝国都市の通商体を略奪しようと思い立ち、ローテンブルク市によって捕獲されるまで、これを続けた。ビューステンドートは1504年にビュルテンベルク公領となった。一方、1511年頃に創設されたフィンスターロートは法遠道へに属すこととなった。この村は法遠道へ家の火災弁デルヒプラーの指導家で、 開墾に取り組んできた。同じ頃、豊かな木材資源を活用したガラス生産が重要性を増してきた。30年戦争の時代には、ビュルテンベルク全土と同じく、マインハルトの森の中の村も巻き添えになった。住民は半減し、町を以前の状態に復旧するまで何十年もの時間を要した。ナポレオンの時代に地域の再編があり、この地域の村は、 ビュルテンベルク王国領となった。1848年にはビュルテンベルク王国でも革命運動が勃発した。特にマイエンフェルス騎士領では統治権を持たないにもかかわらず地主として税を要求してきたことから暴動へと走らせた。危険、貧困、村の運営の混乱から住民たちは逃亡を始めた。これに対しビュルテンベルク王国は 1855年から1856年に5カ村のすべてに国家による監視体制を敷いた。この体制はビューステンドートでは1864年、ノイラーテルーンでは1876年まで続いた。19世紀末になって工業化が始まり、農業のほかにガラス生産や林業がこの地域に新たな収入源をもたらした。 1921年にゲオルク・クロップがビューステンロートに住宅金融金庫を創設。これが後にビューステンロート住宅金融金庫として発展した。1930年にはすでにこの会社はルートビヒスブルクに移転したのだが、社名のビューステンロートはそのまま残された。ノイヒュテンの景観1973年1月1日、自治体及び行政改革の一環として、 ノイラーテルーンとビューステンドートが合併した。1974年1月1日にはノイエンヒュッテ、マイエンフェルス、ビューステンドート、フィンスターロートが合併して、ハイルブロン群に属す拡大、ビューステンドートが誕生した。これら5つの村はいずれもオーバーアムトバインソベルクに属していたが、1925年の解体の際にバラバラのオーバーアムトに編入されていたのだが、 この合併により、一つの軍に再編された。新しい町の名前は、バイヘンブロンとノイロートが候補となり、議論が行われた。最初は、ノイヒュテンが反対したのだが、結局は、ビューステンドート住宅金融金庫での知名度を活用するためビューステンドートにすることで合意した。合併後の町役場は、地理上の中間点にあたるバイヘンブロンに立てることとなった。 1975年12月8日、マイエンフェルスのブレッタハ集落の住民たちは、ビューステンドートから分離し、隣接するホー公園同エ軍、ブレッツフェルトに合併することを決め、1977年1月1日から実施された。ビューステンドートにはいくつものプロテスタント教会がある。マイエンフェルス、ノイヒュッテン、ノイラウテルン、ビューステンドートは、 それぞれ独自のプロテスタント教会組織を有している。ビウステンドーとノイヒュッテン、メソジスト教会は、ノイヒュッテンとビウステンドーとに、それぞれ計2つの教会道を有している。カトリック信者は、オーバーズルム・アファルトラ派の教会組織に属す。ノイヒュッテンには、19世紀の中頃から最先例派の教会組織もある。ビウステンドーとの議会は、16議席からなる。 議会では、これに議長を務める主張が参加する。フィンスターロート、マイエンフェルス、ノイヒュッテン、ノイラウテルン、ビューステンロートの5つの各地区は、それぞれ地区議会を有している。ノイラウテルン地区議会は5議席、その他の地区議会は6議席からなる。ズ柄、ガラ、赤字で、銀のガラス壺の下に、銀の波帯。波帯の中に青い魚。旗は、白から赤である。 合併後、ビーステンドーとは、州中央文書館の提案に基づき新しい紋章を制定した。ガラス壺は、ノイヒュッテン付近の古いガラス工房を表し、波体と、魚は、ロート川、ラウター川、ブレッタ派川を象徴している。町の紋章と、旗は1975年3月17日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。 ビューステンドート中心部ビューステンドートは見どころが多い観光街道、牧歌街道沿いに位置する。ビューステンドートにはガラス及び郷土博物館の他に建築資材博物館がある。ビューステンドート地区の中心部にはプロテスタントのキリアン教会がある。現在の外観は1732年に拡張されたもので内装もバロック様式の装飾がなされている。 オルガンは1784年製である。旧村役場は1780年に建造され1997年から1999年に修復された。現在、ガラス及び郷土博物館がこの建物を利用している。旧森林監督官邸は18世紀の建築である。旧学校は1909年から1910年の建築で、 1980年からは幼稚園になっている。マイエンフェルス地区には1302年に初めて記録されるマイエンフェルス城がある。この城は15世紀または16世紀から下民ン県のいくつかの防流が所有したが100年以上も住むものがなく荒廃した後1930年になって再び人が住むようになった。 城の麓には1433年に建設され、何度も改築された城付属教会がある。この教会は、1914年から1915年の改築の際に内装が有限としている様式に改められた。マイエンフェルスにはこの他に、中世の死壁の遺構が保存されている。旧村役場は1825年に学校として建てられ、 1912年に役場に改築された。この建物は1989年から指定になっている。かつての学校は1912年に建てられたが1981年からやはり指定になった。ノイヒュッテン地区とノイラウテルン地区にはそれぞれプロテスタント教会があり、それぞれ1862年、1865年に建造された建物である。 ノイヒュッテンには1600年頃に作られ一時期はガラス工場としても用いられていた急工房や一時期はゲミンゲン家の森林監督署にも用いられた1761年のイエーガーハウスがある。このほか、被災館は1863年、校舎は1872年、パン焼き小屋は1850年の建築である。ノイラーテルンには 1838年に建設された学校県村役場、1865年の被災館が残されている。集落の郊外には歴史的なラウタータール工場跡がある。この工場は1850年に石材加工場として建設されたが、1852年に倒産した後、織物工場、雇用所、家具倉庫などに利用されていた。 フィンスターロートには17世紀に法園堂焼家の税徴収所として建設された歴史的な宿やバルトホルンがある。プロテスタント教会は1981年の建築。その場所は1857年に学校と村役場を拡張してできた先代の教会があった場所である。マイエンフェルス地区はビュルテンベルクワイン産地のビュルテンベルクウンターラント地方。 リンデルベルク大地区に属すワイン町である。ビューステンドートはフランケンシュタインからマインハルトまでの連邦道 B39 号線沿いに一致している。ビューステンドートでの出来事は日韓紙ハイルブロナーシティンメンのバインスベルガータール版に掲載される。ありがとうございます。